ご覧いただきありがとうございます。ラジコンカーマニアの高弘です。今回の動画はこの3台を砂浜で走らせようという、私が楽しいだけの何の情報量もない走行動画になります。そういった動画でもいいよという方はよろしければご覧ください。本当ただ私が楽しいだけですので、単体での走行、砂浜での走行に対しての単体でのインプレッションや比較したインプレッションなどをベラベラ喋りながら撮って、私の記念となるだけの動画を、皆さんに共有するだけの動画です。砂浜を走らせるといっても水の中を走らせるわけではありませんからね。ラジコンカーですからね、水の中を走らせてはいけません。ましてや塩水ですからね。いやー、でもこういった天気のいい日に砂浜でラジコンできる、それだけで私は幸せなんですけど、皆さんはどうでしょうかね。はい、では1台ずつ走行していきます。はい、ではまずグラスホッパー2からいきましょうかね。オープニングで言い忘れたんですけども、パワーソースはみんな揃えてて 7.2V と540モーターに変えてあります。グラスホッパー2やグラスホッパーは380モーターなんですけど、今回はパワーソースを揃えてみました。砂浜ですのでね、路面が重たいですので540のパワーは必須だと思います。ではグラスホッパー2いきます。走らせてみます。楽しみです。グラスホッパー2自体を砂浜で走らせるのは初めてです。おーおー、安定してる。こんな感じなんだ。おグリップ力最高というか、砂浜だから前に進まないけど、すごくステアリングが効きます。グラスホッパー2は、ホーネットやグラスホッパーと違ってフロントタイヤがね、エッジの効いた形になってて、材質も硬いので、そのエッジが砂浜にちょうど食い込んで、ステアリングがすごく打が効く感じの走行特性で、リアグリップもあれですね、横方向にはグリップが弱いようですね。例えばこのグラスホッパーとグラスホッパー2とホーネット、全部後輪が違うので、リアタイヤが違うので、そういった部分が走行特性にどう現れるかも楽しみですね。すごいな、本当私が楽しいだけですからね、言った通りでしょ。おお、でも砂を巻き上げる感じ、皆さん見えるのかな。さあ次はどちらを走らせようかな。ホーネット行ってみましょうか。今度は2台目なので、このグラスホッパー2との比較インプレも喋れますね。はい、では次はホーネットやっていきましょうかね。電源を切ってプロポのモデルを変えて、本体の電源を入れていきましょう。おお、ホーネットはいい、すごく前に出る、すごいですね。やっぱこのリアタイヤは偉大ですね、全身力だけで言ったら。おお、軽い、軽快、ギア比は同じですからね。ギアボックス自体は全車一緒ですからね。おお、でも曲がらないな。砂浜だからよく曲がるのは曲がるんですけど、グラスホッパー2と比べたら曲がらないです。リアタイヤが横方向にもグリップが効くんでしょうね。
いや気持ちいい。正解。いやー砂浜の走行悪くないな。さあ今度はグラスホッパーにバトンタッチですね。バトンタッチ、はい、触れました。ではグラスホッパーやっていきます。はい、次はグラスホッパーです。ご覧のように3車リアタイヤが違うので、こちらはね砂浜に適したタイヤというか砂浜を走るっぽいタイヤですからね、どんな感じになるんでしょうか。では2台に比べてのインプレなども喋りながら走行いきます。おお、なんだこれ、うわー打が残る感じです。要はリアタイヤが横に出るので運転しにくい、スピンというかそんな感じです。形状、タイヤの形状を見てもそんな感じですよね。前だけにグリップがありそうな、横に対してはね何もグリップ引っかかる部分がないですからね。ちょっと楽しくない感じですけど、まあ一番砂浜が似合うという感じもしますけどね。タイヤの形状だけですけどね。スピンしますね。運転しにくいです。ホーネットとタイヤがリアタイヤ違いだけですかね。もちろんボディは違いますけど、完全にリアタイヤだけの、ああとそっか、サスペンションリアがリジット、ローリングしないリジットですからね、このグラスホッパーは。それもあるのかな、グリップというか跳ねるからグリップが落ちるのかな。でも砂の巻き上げ感というかタイヤ形状によるものか、かっこいいですね。砂を一番巻き上げてる、ほら、おお。おお。いやそれにしても本当私が楽しいだけの、ここまで見てくれてる方いらっしゃいますかね。ああはい、ではご覧いただきありがとうございました。すごいですねこの3車のアングル、こういった3車同時に出てくる走行動画を撮るのは私のこのチャンネルだけですよ。よろしければチャンネル登録お願いします。本当につまんない動画でしたが、ここまでご覧いただいた方がいるとすればありがとうございました。